なんだここは。ああ、てめえは二代目土影、それに雷影も嫌がんのか。なんでこんなに敵同士が揃ってって。いや、こいつは知らないな。俺は四代目風影。四代目だ。俺が知ってるのはもっと前の代だぞ。わしはお前を知っておる。確かジトンを使い砂金を生み出せる唯一の男。俺もあんたたちのことを伝え聞いている。武勇伝もその特徴もな。風、土、火の三つの性質を一度に使うことのできるジントンの二代目土影、ムー、スイトン、そして広範囲幻術を得意とするホオズキ一族、二代目水影、そして強靭な体、最強の矛と盾を持つ三代目雷影、いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ。二代目、三代目、そして四代目までも揃うとは。一体何が起こってんだ。これは二代目火影の卑劣な術だ。死者を黄泉から呼んで縛る。お前らをここへ無理やり口寄せさせられた。くそ、だからこうなるってのか。くだらねえ術使いやがって。でだ、さっきから二代目火影を探しているがどこにも感じない。感じるのはここより少し先。この新顔と同じチャクラを感じる。それも大群と共に。俺と同じチャクラか。ならそこにいるのだ。この戦場、わしも戦うことにした。重い腰を上げなくても良いものを。ふん、上げさせたのはどいつじゃ。あんたたちはいつ己を捨てた。いつぞや捨てた己をここで拾う。そろそろだ。じゃな。向こうの準備はできているようだな。田里の者ならともかく、地里の忍びと戦わされるのは忍びない。そう悲観することはない。里の子たちは成長し、先代のわしらを超えてくれるはずだ。ならいいがな。お久しぶりですムー様。随分と長生きしたな大野木。ジントンのおかげか。ガーラ、お前がいることは予想していた。だがまさかこの大軍を率いる器になっていると。四角の力を使い奴らを従えさせたのか。そいつはもういない。俺はもう父様の作った人中力ではない。何？あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。あなたがやろうとしたことも理解できる。俺も風影となった今、里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。風影になった。お前が。バカだ。俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず。それだけではない。忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。やはりそうか。各里のあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思った。忍び同士連合を組んでいるとはな。ガーラ、お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちた。だが暴走を繰り返し、誰からも信を得ることができず、ただ闇を歩くだけの、俺にとって大した価値のない存在だったはず。この江戸天聖の術、少しは価値のある術だったかもな。もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやる。いずれも影を名乗った強者たちじゃぜ。分散させ、各個撃破を狙うしかない。ムー様はわしがやる。
陣頭を止められるのはわししかおらん。俺は父様を止める。その間他の影は連合の忍びたちに止めてもらう。そしてどちらかが手すきになったら他の影のもとに急行し相手を殲滅する。それでええじゃろ。まあとはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな。始めるぞ。二代目土影様を封印します。うん。大野木、用心しろ。俺はよし、あとは風影、お前の方じゃぜ。すまなかったな。俺はお前のことを価値のないものと勝手に決めつけていた。お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよくわかった。お前の背には何千何万の信じる心が見える。よくやったガーラ。今のお前は価値のない忍びではない。お前は立派な風影だ。父様。俺などとっくに超えていた。お前ならば砂隠れを任せられる。佐藤、頼んだぞガーラ。封印完了しました。風影様？なんでもない。行くぞ。戦いはまだ終わっていない。悪意を感じるのはこのまままっすぐ先か。待ってろよみんな。近い、目の前だってばよ。第二小隊は下がれ。第四小隊は雷影の足止めをしろ。さすがに元五影じゃぜ。こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある封遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの封遁使い、この連合の中にはいる。うん、俺だ。ナルト、九尾の人中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだ、あの頭の悪そうなやつは。誰でもいい、わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。えい、行くぞ風影。キュービのチャクラが切れちまったか。これで全ての影を封じることができたな。この戦場、忍び連合軍の勝利じゃぜ。甘いな大野木、俺の弟子たる者が俺の分裂を見過ごすとは。分身とは違う。己の体を半分に分けさせる分裂。あの戦闘の最中によくできましたね。さすがです。ですがあなたの役目はこれで終わり。あとは僕がやります。あなたの体は借りますけど。さあここから巻き返しましょうか。口寄せの術。
やっとか。長門のガキをうまく成長させたようだ。はじめましてですか、あなたとは。お前は。僕は薬師カブト、彼の協力者、つまりあなたの味方です。今はこの二代目土影の体を借りてあなたと会話しています。どういうことだ、何が起こっている。今は戦争になっていました。そこであなたの力を借りたく、江戸転生でこの世に戻ってきてもらいました。江戸転生だと？輪廻転生の術ではないのか。なるほど、それがお前がここにいる理由か。おい、ちゃんと雷影のおっさんにも認めてもらったんだぜ。まったく、木の葉の人中力は無茶をしおる。で、今のお前は分身だな。本物はどうした？本物はこの先の。なんだあいつは。二代目土影？奴は土影が倒したはずだ。まさか、あの戦いで分裂をすでに。なんだ、もう一人いるってばよ。ん？こいつは誰だ。来たな、内葉マダラ。